こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日なんですけども、こちらのね、日替わりのナイツオブラッドじゃない、ごめんなさい、クロスザブレイズですけども、今日はね、オーベルとイーグルの日がやってまいりましたので引いていきたいと思います。あとちょっと余談なんですけど、またね、この紋章の、2分の1が今日から来たのと、このイベントもね、ちょっと今日から復刻してます。あと夏が暑いぜってことで、高難易度のね、超襲来イベントが、日替わりでね、このようなスケジュールになっております。はい。ですね。あとは今日からかな、アンパンマンのね、コラボイベントが、15日の土曜から来るのにあたって、このカウントダウンのね、キャンペーンが始まりました。もう来週の土曜だもんね、早いな。はい、ということで早速ガチャ引いていきます。こちらですね。なんかこのオーベルかっこいいよね、なんか。で、今回はそのリザとか他のは出ずに、オーベルとイーグルのみが 4% ですね。ちなみに私、イーグル持っております。はい。このね、クロスザブレイズで唯一引けたのかな？イーグルが。うん。そうだね。なので、ここで被ったら泣くよ、マジで。いきます。レイアス、タッチ普通。私の運はシスティーナにとってあるのかな、これは。期待しちゃうぞ。はい、こう、いやー、最近こんなばっかだね。本当にもう、もうコメントすることもないもんね、マジで、これ。いやー、ワンチャン止まんないかな？ワンチャン止まんないかな？うわー、なんか一瞬イーグルかと思ったビビったは緑だし。カイト、あなたはいつ覚醒するんだい？はい、ということで、今宵も出ませんでした。ということでね、皆さんぜひ、私、僕は何が出たよっていうのをね、コメントでね、教えていただけると非常に嬉しいです。私はね、こんなコメントしづらい結果となってしまったんですけども、まあ、次こそはね、まあ、引きを見せていきたいななんて思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。